くなりそうで。でもこれ1ヶ月ぐらいやってなかったんやけど、充電。花木お疲れ様でした。お疲れ様でした。明日も早いけすぐ終わるわ配信。早めに寝んと寝坊してしまう。そしたら私にお話しか、私がお話し会に現れんなる。ほら1しかないの。こんばんは。みんなも明日早い？充電ですよ。え、待ってどうしよう。明日さ、ちょっと待って。明日あれなんですよ、浴衣なんですけど、浴衣、え、どうしよう。カツラをつける。何しよう、何する。浴衣どうしよう。何色だと思いますか。浴衣姿、もう浴衣は決まってますよ。何色でしょうか。こんばんは。え？何色でしょうか。いや、緑は違いますね。え、待って、なんかさ、明日は撮影みたいなのがある？ん？なんかちょっとよく分かってないんだけどさ、明日の仕組みが。お話し会するだけとは違うのかな？いや、白じゃないですよ。はい。ね。あ、待って、どんどんちょっと答えを言っていけるけ、やばい。研究生ちゃんできないんであれ。研究生のみ撮影か。あ、なるほど。私はないよ。私が出る幕じゃなかった。お楽しみに。私はお話し会だけ。お昼からですよね。明日は13時半から。ほん？え？早い！明日、私どうしよう。わー、頑張って。早起きです。めちゃくちゃ早早。なんか思ってたよりも時間がさ、あれなんですよ。サラピも早いって言って時が止まってた。いけないのが残念。いや、早いんですよ私。コカはコカからの SNS アップしかないので、浴衣姿お願いします。そう、あの浴衣はそう着させてもらうのがねあるけ。
しかしてあれかもしれない。でも明日も浴衣ずっと一日着るけど、なんかその浴衣ってなんか結構あれなんよね、浴衣きつい、苦しくて。浴衣苦しいんですよ。ってこうやってやるじゃん、はぁ、できない。ここずっと固定、ここずっと固定されとるんやって、ふぅってできない。なんかずっと息ができ、もしかしたら小声で喋るようになるかも。え、来てくれますか皆さん。リアル来てくれる人いますか。いや、ご飯も食べにくいしね。こんばんは。そう、苦しいんですよ。明日何話しましょうか。あ、嬉しい。あ、行きたかった。あの日、明日も遠くから成功を祈ってます。こんばんは。お母ちゃんの場合、小声で普通の人の声で、ちょっと待って確かに私の中の小声がみんなの普通かも。土曜日は休めない仕事。なるほど。いや、有野さんは来い。有野さんは来んけ。こんばんは、来よう。負けほう。明日浴衣楽しい。どうしよう、楽しみ。どうしよう。ココアの声が気持ちよすぎて寝落ちそう。え、ほんまに。じゃ、今日はなんか、今日はなんかあの小声っていうか落ち着いた声でお話してますから。楽しみ。夜勤なんでそれは困る。こんばんは。おしとやか、うん、明日移動。なんか大阪って意外に、まあ、2時間とかじゃないですか。ここに扇風機がある。2時間じゃないですか。あのそれがなんていうの、もっと速くなる可能性ないのか。今後リニアモーターカーで。こんばんは。ツアーも大阪外れちゃった。今日もツアーのレッスンでした。こんばんは。リニアが広島まで行かないの。通らないか。今日はレッスンでね
嘘だと思うやん、嘘だと思うけど、嘘だと思うと思うけど、今日は今日もあのかき氷食べに行ったんですよ。ダイエットだと思う？いや嘘じゃないよこれがね。ダイエットだと思う？トウモロコシの。ブー。いやこれもうみんな大外れ、かすりもしてないわ。いや正解きた。正解はミチュ。うーん、ミチュ。みっちゅ、あれないかな、レシートみたいなやつ。あっ、あ、これ昨日のじゃん。でもさ、聞いてほしい、写真を撮るんやけど、あの写真を撮るけどさ、もう昨日も同じ写真撮って同じ席で食べて、なんか信じてくれないですよ、これが別日だなんて。だって何もなんかあれだもん、変わらないんですよ、あの写真と昨日撮った写真と何にも変わらない。あ、なんか昨日よりもちょっとこ右にとろっとしてるかなっていうくらい。いや1日に2個食べてない、食べてないけど、そう、みちと一緒に昨日みちゅとずっと一緒におったんよ、お仕事で、お昼から夜まで。で、そのあれした。同じ味です。あ、でもね、人が、あの目の前で頼んだ人が違うメニューじゃっけ、多分大丈夫。昨日はリコチがあのチョコティラミスみたいな頼んだんやけど、あのミチはピスタチオアメリカンチェリー知らんけど、ピスタチオアメリカンチェリー。今日はネット着てない。いやもうネットって言われて着づらくなった。着たい、毎日着たい。みちと行きました。こんばんは。ネットじゃなくてニットか、私が間違えた。こんばんは。またゴールネットニットみたい。いやもうゴールネットって言っとれ。お母さんが、まあでもあのね、あれはまああのキャリーの中にまだ入ってる。やばい、キャリーケースをまだ片付けれてない。もうなんか気力がない、わかるよね。だってまたさあれなんや、そしたら、うん、
朝顔の舌が巻きついた。レッド。待って、想像できた。わかる。あ、洗濯物はあの洗濯機に入れたけど、それ以外のもの。こんばんは。大阪で。明日は大阪で会いましょう。みちゅーとかき氷食べに行ったね。そしたらさ、私やっぱりかき氷食べるの早いんよね。早すぎてびっくりしてた。みちゅー、インタビュー記事素敵ですね。あ、見てくれましたか。現代社会じゃなくてなんだっけ、現代マネーインタビューを、現代マネーインタビューをの記事が出たんですけど、なんとですね、4枚ぐらい長い長文のインタビューをあのしてもらって、インタビュー記事を書いてもらって、カープについて、なんかぜひとも読んでもらいたいですね。なんかまさかカープとそう、私のカープ応援誌が聞けるね。そうなんですよ。マネー現代、アンナと一緒にね球場行ったこと書いた、あのインタビューでお話ししたんよ。ほんなら今日レッスン場に行った時にアンナが、小川さんなんかインタビューみたいなんで私の話をしましたかみたいな感じで言って、まさか見られてましたね。こんばんは。いや眠くなった。恥ずかしい。バレてました。こんばんは。あ、そう、バットは断られた確か。あ、なんか帽子は多分ね持って帰ってくれたけど、ピンクのカープ、やっぱ眠くなってきた。こんばんは。朝は早いですよ。明日の荷物準備してから寝よ。まずメイクポーチでかーい、重い、歯磨き粉、リップ、待って、明日何かタオルがいるって言われたんよね。みんなで何でも入るんかな。で、リュックで行こう。リュックはここにない。おやつは、いや遠足じゃないんじゃけ、遠足じゃないけ、浴衣着るけ。なんかね撮影ないの。いや遠足じゃないき。大阪は陸路おじさんですね。めっちゃ眠くなってきたので、もうほんまに 寝よう。ちょっと早めに寝ますけど、明日もあるけ。午後一買って、気が向いたら買ってくるけね。どんな浴衣を着るでしょうか、楽しみにしておいてください。
寝ます。寝る前にちゃんと筋トレして寝ます。明日はお昼からです。お昼の部からの人楽しみ。何色かも楽しみに。さてみんなの予想は合っていたのでしょうか。多分ね一人もおらんかったんよ。いおったらどうしよう。13位マキマキ、12位ポッポやしまちゃん、10位スチュアート、11位スチュアート、10位浦部、9位メガネちゃん、8位ミヨロ、7位バオバブ、6位ナッシー、5位フトシー、4位水鉄、3位ライトニング、2位スバル、1位はコニョン。ありがとうございます。明日行く人が羨ましい。その分写真をいっぱい載せますからね、待っててくださいね。うん、待っとってくださいね、メールを。はい、じゃあまたね、また明日ね、バイバーイ。